牧野智明に1対1を仕掛けるガンバ大阪倉田修。倉田はボールを奪われると牧野の背中を踏みつけてしまいます。これには牧野の同僚宇賀神が激怒。倉田も負けじと反論します。その後倉田は牧野に謝罪をし、両者は和解しました。しかし宇賀神の怒りは収まらないのでした。